手ごろな価格で大人気の寿司ネタ、サーモン。今、マグロより価格が高くなる異常事態が起きています。今日、取材班は神奈川県にある回転寿司店に向かいました。店では子供や女性がサーモンを頬張る姿がありました。うん、おめでとう。おいしい。幸せだな、これ。幸せ。トロのような脂が乗ったサーモンは一皿250円。北欧のノルウェー産です。しかし去年、50円値上げをしたばかりだといいます。やっぱり人気商品なんで、やっぱりやめられない。当店もずっと使ってますので、ノルウェーのサーモン。ノルウェーのサーモンの輸出価格は3年前からおよそ 2.5 倍に上昇しています。この店では仕入れ値が2倍近くに上がったといいます。値上げっていうのはまあ検討するとは思いますね。急に上げてしまうとお客様離れてしまうんで。価格の高騰でサーモンはもはや気軽に食べられる寿司ではなくなっています。まあ、高くて手出せられないですね。好きだから食べますね、私は。横浜市内にある回転寿司店ではノルウェー産サーモンの価格高騰を受け、半年前に南米チリ産に切り替えました。しかし値段を見てみると、マグロの赤身は一皿290円ですが、生サーモンの値段は350円。マグロよりサーモンの方が高いのです。この店は安定的にサーモンを入荷するためチリ産に変えましたが、仕入れ価格はノルウェー産とほとんど変わらないといいます。サーモンもマグロの中トロぐらいの仕入れ値になってますから、倍かもそれぐらいにしないと合わないんで、品質を落とさないでやっぱり販売するためには、まあ、時には売価を変えていかなくちゃいけない時が来ると思います。都内にあるスーパーでも刺身用のサーモンをチリ産に変えました。さらに冷凍にすることで輸送コストを削減。 100g 399円という価格に何とか抑えているということです。子供が火を通したら食べやすいので結構使いますね。辛いですね。ノルウェー産サーモンの価格はなぜ高騰しているのでしょうか。専門家は、ロシアのウクライナ侵攻以降、ロシアの領空飛行できなくなってしまってますから、その輸送するときに輸送距離が長くなってしまっているということで、まあ、輸送費の高騰でサーモン自体の値段も上がっていると。ある程度の値段を払わないとサーモンが食べれなくなるということは、これ覚悟しておく必要があるかなと。